おはようございます。おはようございます。鹿児島県鹿屋市、はい、丸江串良店さん、はい。というわけで、今回も新伝説ミッションの達成を目指して、頑張っていきたいと思います。あと1個ね、6号機でフリーズエンディング満枚を、達成すれば見事達成ということで、今回はいつも以上に達成したいんです。うん、はい。というのは？というのはですね、なんとですね、フォロワーさんの方がですね、うん、イラストを描いてくれて、私のね、うんうん、100倍ぐらいいい感じに、うん、で、それをステッカーを作ってきてくれました。ああ、それステッカーになってるんだ。はい、なので、今日達成して、うん、このシールをね、うん、ここにおば、貼らせてもろて、うん、達成っていうのはいかがでしょうか。いや、まあそれは全然いいですよ。変にアニメアニメじゃなくて、三重心って言えばいいの？二等身、三重心、分かんない分かんない、二等身って言えばいいの？普通の人は何等身なの？そもそも普通の人は、まあモデルさんとか八等身とかいうよね。やっぱスラ、顔ちっちゃくてスラーっとです。それ八等身っていうの？私何等身？四等身。四等身、そこ1、まず1、2、3、4、終わりじゃね。ということで今回も抽選なんですけども、はい、今日こそいい番号を引いて、はい、気合はあります。絆に行ってっていう感じですかね。いや、まあ絆もいいんだけど、ちょっと今回寝台で入ってる、うん、はいはい、アラジンエース2っていう、あ、ごめんなさいアラジンエースクラシックっていうのが、うん、はいはい、ありますね。あるんですよ。入ってましたね。はい、ちょっとそれを打ちたいなっていう、いろいろ動画とか見たら、うん、って打ちたいなってなんかさ、また単純だよね。動画とか見て触発されたんですよ。いや、プロモーションビデオみたいなのあんじゃん。 あ、 ある、ね、あれすごいよ。伝説を超えるのはどうのこうのみたいな。どうのこうのが気になるけど、だいたいプロモーションはね、めちゃめちゃ面白そうに見えるんですよ。いや、分かってるんですよ、うん、夢語ってるけど、まず抽選だから一番でかい壁あるから。3メートルぐらいあんの？4等身じゃ超えられないのよ。というわけで今日も伝説ミッション達成を目指して、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。エリニャ怪盗伝説、月に村雲花に風。何これ、抽選が変わってます。ガラポンじゃなくなってる。なんかお薬表みたいな。どうしよう、じゃあちょっと黄色でいきます。じゃん、どうどう、マジ嘘だ、うおー、こっちしようかな。取れた、いきましょう、初打ち頑張ります。というわけでですね、寝台の、アラジンエースクラシック打っていきたいと思います。初打ちです。はい、というわけで寝台なので、ちょっとあまり詳しくは分かりませんが、目指すところはここですよ。アラジンチャンス、まず霊薬を引いて降格状態に上げて、降格状態で当てて、状態準備に移行させて、状態準備で当てて、状態というものを目指すっていう、それで状態からアラジンチャンスをこう交互にループさせていくという感じで、ルーレットが始まっております。羽ということで、だから、まあまずはレア役を引いて降格を目指す。お、これタンチェリー、あ、え、勝手に止まった。私押した今、押してないよね。ええフリーズじゃないのこれ。あ、え、当たった。これ7ぞろいしたらフリーズだったんですけど、7ぞろいしなかったから、え、ちょこういうのやめて。全然、ね、私がちょっと調べたのと違うぞ。ちょっと調べよっかちょっと止めて調べます。いや、もうパニック、ちょっと調べた結果、中段チェリーはアラジンチャンス以上が、濃厚となるらしいです。揃ったらロングクリーズ、はい。アラジンチャンスは、1セット30ゲームの純増 2.9 枚、ボーナスチャンスだったりアラジンチャンスのストックを抽選しております。残り3ゲーム、ラストですね。ラストで消えた、どうなるんでしょうか。
またある場合は出てくるのかなということで、今回は終了。そしてこの後が大事で、終わった後25ゲーム以内にまたアラジンチャンスを引くことができれば状態となります。はい、頑張りましょう。25ゲーム以内ね。でも25ゲーム超えても大丈夫な時もあるらしいけど、大まかな目安は25ゲームお、いいですね。演出がいっぱい来てくれた方がいいですよ。また来て。あー、ゲーム走行を見ながら静かだね。おお、第2停止で落外が通過しました。通過。お、いいよ、続いてる続いてる。お、あら、単発なんですかね。追加投資しなくてよかった、ありました。あら、私以外の方はもう8連5連としておりますが、当たり方は良かったんだけどね。第一停止。お、はてな。あ、そうか、今108ゲーム100ゲームの降格に行った可能性はなきにしもあらず。お、第2停止できました。やっぱ青色のラクダみたいよね。追加投資ですね。3本目。お、来た。青色のラクダが来たので今降格にいる可能性が非常に高い。よし、当てよ。お、第3停止まで来たよ。お、びっくりした、びっくりした123ゲームアラジンチャンス当たりました。次は連チャンを目指してね。投資は3本。お、また来ましたよ。お、これがタンチェリーの可能性がちょっと高いという。お、タンチェ、そしてネクスト。絨毯から落ちました。残念だったのかな。ああ、次ゲームで完結する感じなのかな。あ、もうと言っていたら終わってしまった。ああ、はい、1セット98枚で今、状態準備にいるので、ここで当てて状態に上げましょうという。さっきも単発だったからね。早く当たってほしい。お、いいよ。お、これいったでしょ。さっきだって第3停止でいったよ。でこれは今回は1個で点灯して、2個目点灯せずに第3停止で3つ点灯。これは、はい、行きましょう。最後まで見ましょうか。さっきベッド押してね、一応止めるか。お、はい、というわけで当たったので状態になるんだよね。だから状態に上がると3種類、ショートロング超ロングってあって、ショートが約 64% 継続期待度がね、ロングが 90% 超ロングが 95% となっております。やっとね。お、早速では今回2セット目になるので、まあ、ボーナスの可能性もあると。お、何もなかった。外れでも来るんだね。はい、2セット目は終了。162枚ということで、もう今状態移行してるんで、まあ、ショートなのかロングなのか、超ロングなのかという感じ。静かだな今。10ゲーム。おー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 おお、これレア役対応の演出だったかな。こちら蛇唾演出、レア役や発展に来た、レア役否定で降格や状態に滞在しているかもということで、はい、レア役否定なので、まあ、状態にいる可能性が高いのかな。お、発展。押したくなるね、ここでもうベッドボタン押したくなる。はいはいはい、頑張って、はい頑張って、はい来て。お、
3連目だから、まだ3連目ぐらいじゃ勝負との可能性は高いけど、これがさずっと連チャンしてば行くほどロングなんじゃない、え、これ超ロングあるんじゃないっていう感じなのかな。なるほどなるほど、そういうことか。5回目ボーナスお願いします。今のだ、第3停止までショートをして5セット目でボーナスチャンスゲットしました。多分消化し終わってからねボーナスだと思います。取れました、初めてのボーナス。はい、ラストね、ボーナスがありますんで、はい、ボーナスは7。はい、では行きましょう。ボーナスはね100枚払いだしですね、まず7を揃えないといけないんですけど、狙えてくるから、はいはいはい、ボーナスチャンス、ボーナスチャンスは100枚の払い出しで終了ですね。そのうちにバー揃い、バー揃いをすることができれば宝箱 AC 以上のものを、ね、獲得することができます。バーね、はい、揃わない。で今中段に止まったんですけど、下段に止まれば一角斜め、斜めの場合はもうそのスーパーラちゃんだったりえらいものをもらえるらしい。お、霊薬もあるのね。あー、三連来た、下段に止まってよ。あー、揃わず。お、霊薬、あ、違う、あ、チャンス目かな。お、お、びっくりした、ブルブルだった。はい、アラジンチャンスをストックしました。見えないね、ちっちゃいけど A って書いてある。宝箱だったら多分宝箱なんだと思います。宝箱が良かったね、こう開封するのが楽しみっていうか。ラストですね。はい、ということで今回のボーナスではアラジンチャンスをストックしましたね。8セット目が終了、635枚。あー、いいですね、第一1回1点でね来るのいいね。25、第二停止できた、まあ、有力感が切れるまでは諦めないで。32、これね、あれだ、有利感が切れました。こっからは 50% で引き戻しで、ただ 50% 取ってなければ、まあ、通常ってことですよね。初打ちでいろいろ分からなかったんですけど、まあ、一通り当たって終わってを繰り返してなんとなく分かってきました。はいはい、という感じですかね。北海道謎かけ、北海道謎かけ、はい、はい、今日実践している機種で、面白い謎かけを考えてねずっちに気づいてもらおうというね、コーナーとなっております。アラジンエースクラシックということで、羽捉えました。アラジンエースクラシックとかけましてメールアドレスと解きます。その心は、どちらもドットが必要不可欠です。ドットがないとメールも送れないし、このドットのね演出がないとアラジンとしては成立しないという、まあまあまあ、ドットが売りですかね。7 7まではいかないかな、ラクダ、あー
いや、よかったと思います。あ、うん、うわ嬉しい。じゃこの流れで、はい、整いました。はい、アラジンエースクラシックとかけまして、はい、風でスカートがめくれちゃったと解きます。その心は、アラビアン、アラビアンつって、まあ今のだったらルーレットだったね。 A、 羽、 A、 羽、 羽やろどうせ、羽しかなかったわっていうか、まあ、羽ルーレットまでだ。はい、というわけでですね、ぜひ皆さんも面白い謎かけ考えたよという方はね、コメント欄に書いていただければと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。以上、会場謎かけのコーナーでした、はい、ありがとうございました。私の勝ちです。結構アラビアンも良かったけど、いや、ミキだけ光ったかもしれない。お、今ね、ここがね光ったんですよ。はい、どうでしょうか。諦めないで、お、しゃべ、タッチしたら諦めないでって言った。私知らなかったけど。ダメでした。お、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 復活演出、ラクダが通過して、おー、はい、というわけで298ゲーム当たりました。投資はギリギリしなかった。下皿にあと3枚しかなかったです。ほぼ飲まれてからのアラジンチャンス、いきましょう。今のところ状態に以下上がったじゃないですか。それからはね、単発が2回続いてます。状態にこれで上げないと追加投資の可能性が、27ゲーム、頑張れ。お、今大枠の上のところがピカピカとしておりました。あ、通過しただけだった。おお、今星がねピューっていったのに外れだったから、やっと当たりました。443ゲーム、投資は14本。よし、もうこれは頼むから状態に上げないといけない。まだそのまくれる範囲内、状態にさえいけばね、14本なんで73枚。よし、頑張りましょう。はい、とりあえず発展してほしいよね。お、蛇壺、お、レア厄介、チャンス目、何も喋らない、うん、何も喋んない。あー、もういい、いらないよ羽は。はい、うわーからの、よし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 、いいんじゃない。やりました、16ゲーム。やっと、これで状態となりました。で、これリセット目なんでボーナスにも期待。
めんなさい、どっちかわかんない、手が止まらなかった。お、朝一ぶりに来た、え、まだじゃん、まだ育っちゃえよ。はい、というわけで当たりました、101ゲーム、2回目の中断チェリーだ。もしかしたら、おお、さっきのなんか取りこぼしちゃったんですけど、感じだったのかもしれない、ただ小学が上がってっていう感じかも、それは分からないです。頼む、お、初めて続いたよ、いやいやいや、ネクスト、ネクストで外れた。ラストですね、16枚、お、1が1ゲーム8点、何も言わない、いいよいいよ、わっ、1ゲーム熱いのかな、1ゲーム8点、はい、というわけで1回転で当たって、これで状態となりました、いやマジリベンジで、ボーナスの期待もできると。いやー、状態落ちてから早かった、ボーナスだ、ナイス、第3停止まで、はい、ラスト7が出てきますね、ボーナスなのでね、はい、2回目のボーナスですね、ボーナスチャンス、いい音、キーン、はい、はい、よし頑張ろう、スーパーアラジンチャンスを目指して頑張りましょう。435枚、びっくりした、これはチャンス名 B ですね、びっくりした、まだかなと言っております、もしかしたらプッシュボタンを押しても反応するかもしれないけどね、まだらしい、チャンス名 B は高確率は 20% ですね、暑いって暑いだって言ったからには外さないでね、イエイ、300じゃない全然違う、137ゲーム、持ちメダルでギリ、頑張れ、78枚、1ゲームでまさかの、わあ、26、よし、よし、26、ギリギリ、よし、早めに状態に戻しました。
259枚。おお、第三停止まで行って当たった、まさかの。はい、2回転ね、5セット目だからね、ボーニャスチャンスに期待。お、なにこれ、こっち。お、素晴らしい、ボーナスチャンスをゲットしました。結構引けますね、 20% ぐらいって書いてたけど、私結構今日だってボーナス3回目、3度目の正直ね、バー揃いさせたい、宝箱を開封したい。7ですね。はい、さあ3回目です。そろそろバー揃いお願いよ。ラストだね。一回もバーを狙えのカットインを出せず467枚。はい、772枚なのでまくり、こっからプラスを伸ばしていきましょうね。いいよ、わー、終わっちゃった。はい、有利感切れましたが、ちょっと引き戻しもね、あるのでね、こっから 50%。 はい、というわけで、有利感も切れて、まあ、今引き戻しっぽいところの、ね、降格も終わってしまって、おそらく通常なのかなっていう状況なので、多分ギリプラスでは終われるとは思うので、とりあえずここで今回は終了したいと思います。ありがとうございました。ピッポッパッポーン、ディセンス移動しました。ただのさ、アナウンスみたいな音程がどっか行っちゃった。ピッポまでよかった、パポーン。飛んでた。どっか行っちゃった。投資が700枚、はい、そして回収が892枚ということで、192枚のギリプラスで終わることができました。結構新鮮なこう演出でしたね。ドット柄だけで矛盾してっていう、だからなんか AT 機なんですけど、ちょっと違和感とかそういうのに集中しながら打てて、見つけたらでも不安だけど当たっててやったみたいな、店内状況の方は絆2が3台中2台出ておりました。で、別積みの方ともう1台の方は死頃確定画面が出て、まあ6っぽいとおっしゃっておりました。アラジンエースクラシック、まあ私もちょっとプラスで、3台中もう1台もプラスで別積み、シャアですね、確定画面は出てません。で、出玉は出てるんですけど、まあスルーもしてないし、まあ AT にも入ってるので、まあおそらくあるんじゃないかなとおっしゃっておりました。はい、そして、ジャグラーコーナー、まあ主にマイジャグラー5が結構合算も良くて出玉も出ておりました。低菓子コーナーもジャグラーが回数もついて出玉も出てて、もうずっとお客さんが座ってるというね状況でした。パチンココーナー、寝台のガロ、もう皆さん箱をね持たれておりました。まあ、AT でも、うん、ノーマルタイプでもどっちでもチャンスありと、はい、うん、いうことでね、そうですね、やっぱり絆にもねありそうですし、うん、っていう感じですかね。
今一緒に絆言っとけよかったって顔しなかった。いや思ってるわ思ってんのかよ。だって3分の2で出てんだぞ。いや知らんわ、お前が自分でオラジンエース行くっつって。頭の中はピッポッパーよ次回は、しっかりと伝説ミッションを達成して、頑張っていきたいと思いますので、ぜひまた次回も見てください。ありがとうございました。